皆さんこんばんはモナ・リザ・クロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて今夜は皆様方に感謝の言葉を述べさせていただきます。このチャンネル「モナ・リザ・クローム」がチャンネル登録者数200名を達成しました。 本当にありがとうございます。今朝起きて YouTube を開くと201という数字があったんですよ。まあ嬉しかった。一年数ヶ月前にこのチャンネルをスタートしました。大した動画も上げていませんし、最初の頃は本当に思いつくままだったんですけれども、ゴールデンウィークから 毎日のようにアップロードさせていただき、それでも何度ももうやめようと思ったこともあったんですよね。でもここまで来ることができたのはまさに皆様方のおかげです。心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。100人に達したのが6月23日。そして3週間後の 今朝、さらに100人、つまり200人に達したんですけれども、思ったより早いんですよね。ですから、なんかすごくドキドキしています。まあ、ここまで来たらもう逃げられないな、もうやめられないな、ということですね。もう死ぬまでやってやろう,ややろうじゃないか、みたいな、そんな気持ちにもなりましたが、 ただ、アップロードすればいいというわけばかりではなくて、うん、自分自身が楽しみながらご視聴いただいている皆様方のお役に立つ内容とはどういうものなのかということをやはりしっかり考えなければいけないなと思った次第でございます。YouTube はそんなに甘いものではありません。厳しいコメントももちろんいただきますし、 そういう中で自分としてしっかり続けていけるようにしたいと思っています。YouTube の中にチャンネルアナリティクスというのがございます。そこを見ると視聴者、皆様方の傾向を知ることができます。100人の時も話しましたが、このチャンネルは四十代、五十代、 60代が中心のチャンネルでございます。ただ、最近は30代や20代の方もちらほら見かけるようになりました。ありがとうございます。で、私が実は一番嬉しいのは、65歳以上の方が20%近くいらっしゃる。これはね、 勇気をいただきましたね。65歳以上の方に見ていただけるっていうのは本当にね、嬉しい。性別につきましては、まあ前回もお話しましたが、男性がほとんど、女性は少ししかおりません。若者と女性からは全く人気のないモナリザ・クロムでございます。 視聴されている国は日本がほとんどでしたが、なんと台湾とアメリカ合衆国からご覧になっている方もいらっしゃいます。ありがとうございます。さて、私はローチューバーでございます。年はとってるし、声の質もよくありません。それだけにいつもそのことを気にしているのです。どうすれば もっと聞きやすいか、また皆様方に気軽に視聴していただけるのかということも考えてはいるんですけれども、まだまだ力不足で、えー、若い YouTuber の皆様方のようにはいきません。あんな生き生きしてないんですよ、もう。この年ですから。その点をご理解いただきながらも、えー、今後ともですね。 私自身努力していきたいと思っています。さて、私事ではありますが、今年、義理の父が亡くなりました。妻のお父さんなんですけれども。で、部屋を整理していると、カメラやビデオがたくさん出てきたんですよ。で、見たことないカメラ、ビデオ8ミリとか、すごいものがいっぱいありました。 その中でこのペンタックス SV というカメラを発見しました。で、これシャッター幕がきちっと動かないので使えないんですけども、まあなんとか久しぶりにフィルムをやってみたいという気持ちにさせられました。まあ、このチャンネルのために父が置いていったんじゃないかなって、 いう気持ちもありますので、近々は無理ですけれども、今年中にこのカメラを使って撮影できたらいいかなと思っております。このチャンネルのこれからについてですが、動画作りには慣れてきました。プロフィールも変えました。こちらになりました。顔出しでやっていますので、 私のチャンネルであることをすぐ理解していただくサムネについても工夫を始めていますやってみて思うのは個性を出すのってすごく難しいと思いますねこんなにたくさんのチャンネルがあってその中で個性を出して見つけてもらうだけでも大変ですし 視聴していただけるっていうだけでも本当にすごいことだなっていうことをね感じていますわがままな性格なのでうーんついカメラメーカーの要求ばかりしているという結果になることもありますまあ自分を見つめ直しながらこれからの残りの人生をこの YouTube とともに楽しみながら過ごせればいいかなと思,思って 今後ともよろしくお願い申し上げます本当にありがとうございました